集まれ。持ってこい。トモキ、全部俺んとこ持ってくれば大丈夫や。はい。まだいける、まだやれる。先生、勝たしてやりたいです。当たり前や。トモキ、北方工業高校、夏の総体と冬の春高、7年連続で代表になってる。7年って、俺らが小学校の時から勝ち続けてるんけ。ほや、その上昇副法に勝たん限り、俺らは春高の福井代表にはなれん。あの三村に競り勝たん限りな。三村って誰ですか。三村昴、副法の絶対エース、悪魔のバズーカの異名を持つ県内ナンバーワンのスパイカーや。スバル、忘れんなよこれ。オチ、負け。次はいよいよ春高やな。俺をセンターコートに連れてってくれるんやろ。簡単に言うなよ。まあ連れてっけどな。成立や。お前は来年もあるやろ。ほら、悪い面してんなって。最後ピシッと決めて帰るぞ。先生、小津高との練習試合のビデオ編集しときました。ご苦労さん。お前見てどう思った。レフトにぴったり張り付かれたんで、スバルがかなり引っ掛けられてました。失点には繋がってんけど嫌な感じです。一応土曜に視聴覚室を押さえといてくれるか。はい。あ、オチ、マネージャーの引き継ぎの件やけど、俺まだ引退しませんよ。本当にいいんか。大学行くんやろ。スバルが負けん間は俺もやりますって。怪我をしたのは1年の夏だった。練習中の怪我。福井のカリスマ三村昴と同じ高校に入って、一緒に全国を目指すという俺の夢は、マネージャーですか。3年の木田が受験するで、インターハイが終わったら引退させて勉強に専念させてやりたい。別に怪我したでマネージャーを頼むんやない。オチ、
お前が適任やと思ったからや。いきなりマネージャーなんて言われても。お、オチもここ来てたんか。どうや具合。三村君は、なんで。三村君ってなんや。スバル、スバル、みんなそう呼ぶし。あ、うん。俺も膝中学でやってるんや。え、両方で手術2回。手術っていつ。大会ずっと出てたよね。2回目が3年になる前の春休みで、1回目のがその1年前やったな。それって今も。今日はただの定期検査、大事に使えば問題ないって言われてるしな。それよりそっちのが今大変やろ。俺はリハビリ4ヶ月って言われてて。長いな。ほやけどうまくいけば新人戦には間に合うな。新人戦ってそんなん治ったって。俺なんかがレギュラーにはチャンスは誰にでもないよ。三村君には分からんやろ。怪我した途端先生からマネージャーやらんかって言われることなんて三村君なら絶対ない。そんな奴には分からんよ。待てよオチ。おい、八つ当たりなんて。膝。なんで帰るんや。話途中やろが。ごめん。三村君のことは本当にすげえと思ってるし、ほえでさっき言ったことはただの俺のひがみやで、俺三村君みたいな考えにはなれんのや。何も考えんとリハビリ頑張ってバレー続ければいいんやって分かってるけど、いろいろグズグズ考えてもて、トツボにハマってもて。後悔してるんけ、副砲入ったこと。ほやけど今副砲以外にうちの県で全国レベルの力持ってるチームはないぞ。だから副砲選んだんやろ。おやろ。マネージャーやってみればいいんでねんか。グズグズくすぶってるくらいならマネージャーやってみろや。確実にベンチ入れるぞ。は、何その俺理論。オチ、春高のセンターコート行きたないか。え、どうなんや、行きたいんか行きたないんか。行きたいよそりゃ。おやけど。グズグズ言ってえんと、腹くくってお前の3年間俺に預けろ。俺がお前を春高のセンターコートのマネージャーにしてやる。想像してみろや。絶対目立つしかっこいいぞ。小津高の女子マネがスバル先輩にサインもらいに来たやないですか。あの小さい子、首相の彼女やそうなんですよ。ああ、あの髪くくってる癒し系って感じの。許せんですよね。け、ほやで驚愕は弱いんじゃ。公平、うちも驚愕やぞ。先輩、うちにも女子マネが欲しいっす。ちょっと弱なってもいいんで。そんなに女子マネがいいんやったら小津高行けや。おち先輩。先輩、ここをどうぞ。俺次実習なんでもう行きます。ああ、俺も。トモキ、テーピングとコールドスプレー土曜に届くようにしてやるで、それまで持たせてくれ。はい、了解です。ったく、弱なって言い訳ないやろが。うちの目標は何や。すみません、オチ先輩で我慢します。あ、オチ先輩がいいっす。最高っす。まあ誰もオチに癒されようなんて期待してええんやろ。黄色い声援送られたって困るしな。どうせ俺は鼻ないわ。オチにはオチの仕事があるやろ。おや、スバルの言う通りや。オチがマネージャーになったから敵の分析本格化したしな。ビデオヒット見てみやすいしな。つまらんこと言って本当すいません。浩平、俺デザート欲しいんやけどな。はい、買ってきます。ビッグチョコプリンな。なければ違うのでいいわ。必ず手に入れます。
2年はまだ自分らの代が引っ張ってくっちゅう感じが出てこんの。スバルがデカすぎるでな。俺らの代より下でバレーやってるやつはみんなスバルのファンやで。話ってなんや。もうすぐ午後の授業が始まる。スバル、こないだの小津高との試合、あれなんや。なんやってなんや。全体的に雑すぎる。やる気あるんけ。お前が国体軽視してんのはしゃあないで。そのことは今更言わんけど。軽視はしてんて、調子乗らんだけや。副砲で勝ったことにならんし。剣を背負ってんのは同じやろ。お前は剣のエースでもあるんやぞ。剣のエースったって、インターハイの会場で喋ったやつの第一声十中八九福井ってどこやぞ。そんなくだらんことで腐んなや。センターコートまで行ったら嫌でも有名になるわ。ほんで福井ここにありってのを分からしてやればいいやろ。偉そうに尻ひっぱたく立場になったな。病院でピーピー泣いてたやつが。すまん、今のなし。言って、俺には別に何言ったって構わん。授業行こう。オチ、春高のセンターコート行きたいか。さっきも言ったやろ。ちゃんと言ってくれ。俺を春高のセンターコートのマネージャーにしろって。まあ、お前が夢持たしたんやでな。責任取って俺を春高のセンターコートのマネージャーにしろや。よっしゃ。インターハイではベスト16まで残りましたが、春高ではそれ以上の結果を残せるようチーム一丸となって頑張りたいと思います。福豊工業高校男子バレー部主将、三村スバルくんでした。ありがとうございました。スバルくん、今年も福豊が本命やと思うけど、他に気になってるチームある？気になってるチームですか。ああ、知らん。今年全員が面白いチーム作ってきてるんやけど。全員中たら秋田で準決自体の。そうです、そうです。セッターがまだ1年生なんですけど、東京の中学でベスト6になった子なんですよ。へえ、東京ですか。お、スバル君もやっぱり気になるやろ。副砲も気引き締めんと番狂わせが起きるかもしれんよ。ずっと副砲一強っちゅうも面白ないしね。何あれ、うちが負けた方が面白いんやったら取材なんか来んなっちゅうんじゃ。全員な、やっぱり話題になってるみたいやな。全員って言ったら主将は今織田ですよね。そんな良かった記憶はないですけど。ほや、インターハイ予選まではな。それが期待でひょこっと出てきたんや。1年がエースとセッターを張っててな、東京のベスト6っちゅうんは廃止マッチュー1年、東京の中学で関東大会のベスト4まで行ったこともあるチームのセッターをやってた選手や。ベスト6取ったんは2年の時らしい。中2でベスト6。スバル、お前は福井が生んだ宝や。お前を預かったことを俺は誇りに思ってる。灰島はお前より2つ下やけど、おそらく今の福井にいるもう一人の天才や。終盤のラリーで速攻か。しかも B パスで。神経ずぶといセッターやな。この全員、秋田はなぜか準決を辞退したが、春高予選の監督会議にはちゃんと顧問の先生が来られてた。出てくるぞ。180以上が5人もいるな。どっから出てきたんや。秋田時点での全員のメンバーは、レフトは1番の小田と7番の黒羽。小田が主将で163ですけど、黒羽は1年で184あります。ライトが4番の菅野、2年で181。ミドルブロッカーが2番と10番で193と187。2番の青木はみんな印象にはあるやろな。10番は2年の大熊、俺も初めて見る。そんでサービスエース決めた8番が例のセッターですね。ああ、あのスパイクサーブを持ってんのに加えて181ある長身セッター、1年の灰島。
疑問なんですけど、なんでこいつうちに来てんのですか？先生、県中は毎年見に行ってますよね。おや、初めて試合見て俺も灰島のことは気になった。おやけど、スバルが3年になる時のチームにこの選手のはめ方がわからんかった自分が正直なとこや。スバルと同じチームでやらしてみたらどうなったんか見てみたかったんもあるにはあったが。それって俺たちじゃ足りんってことですか先生？いや、そういうことやなくてな。そういうことやと思われてるんやろ。実際マスコミの人らにはここ7年うち以外のどこも全国に行ってんのやで、他んとこに行かしてみたらポロッと上まで勝ち上がるんやないかって思われてもしゃあないよな。スバル先輩。すまんかった、今のは俺のせいや。船員のマークはしておくが、必要以上に警戒することはないやろ。9時から練習始めるぞ。はい。先輩、腹下して練習休んだ割には元気そうやな。全員の練習見に行こうと。当たるかどうかもわからんチーム気にするより今は他にやることあるやろ。それはそうなんですけど。俺も行くわ。は？予選で隣のコートばっかり気にされても困るしな。すみません、ダンバレが練習してるとこってどこかわかりますか？ダンバレなんてうちにあったか？ないこともないんでないんか？体育館か外コートのどっちかやと思うけど。中学の体育やあるまいし、外コートですか？まあ行ってみよっせ。俺は体育館見てくるで、お前は外コートってのがある方行ってみるや。はい。ダンバレは今日は外の日ですよ。あ、けどもうちょっとしたら引き上げてくると思います。6時から使わせてもらえることになってるんで。毎日は体育館使えんのですか？はい、バレーは男子も女子も大会近いんで、今だけ他の部が撤収してから7時半まで使えるようにしてもらってるんです。ジョバレのマネージャーさんですか？いや、俺はダンバレの部員です。外コート行ってみるんやったら。こいつ2年の菅野や、俺の1個下やねえか。敬語使うことなかったわ。もう一遍言ってみや。おめえ今何つった？コウヘ、何やってた？取り消せよ先輩。コウヘ、お前。コーチ先輩、こいつがこそこそ偵察に来るなんて、副砲も大したことねえって抜かすで。大したことねえとは言ってんぞ。福王も血に落ちたな、中途じゃ。なんやとこいつ。お前はなんや。3年のオチ、福王のマネージャーや。マネージャー？男が男のマネージャーなんかやってて楽しんけ。お前その辺にしとけや。オケ、誰かと思ったらお前やったんか、オチ。お前んとこの粗骨もんの暴力行為よう取れてるぞ。こんなん表沙汰になったら大変やぞ。アクラスや、けしかけてきたんはそっちの部員やぞ。そっちが礼儀をわきまえんで。そこまでや。スバル、なんでキッズ佐賀で死んだ。スバ、ここだけの話にしてもらうわけにはいかんか。うちが不祥事を起こすわけには絶対にいかんのや。うちの部員が警察やったんは重々詫びる。ほやでここは俺の顔に免じて頼めんか、オダ。スバル、やめろや。謝るんやったら俺たち。黙ってろ。お前らが頭下げたってしゃあないんじゃ。頼むオダ、こんなくだらんことで出場停止になったらうちの恥や。副砲の歴史をこんな形で途切れさせたら先輩たちに顔向けできんことになる。すいませんでした。悪いのは俺一人なんです。
俺がダイブして済むんやったらそれで。ちょっと待ってくれや。そんな偉い話してるつもりはないって。頼むで立ってくれ。三村、俺も大ごとにする気はない。うちの方がしょうもないこと言ったようですまんかった。大熊すんませんした。福王さん、青木、動画消しとけや。安心しろ、撮ってええんで。オンニキル、うちの練習見に来たんやってな。よければ見てってくれや。いや、今日はケチもついたし、こいつらの首根っこ掴んで帰るわ。その代わりってのもなんやけど、練習試合やらんか。どや、俺は胸を借りたいと思うが。こいつや。今の福井にいるもう一人の天才。こいつが灰島。いいんじゃないですか、出し惜しみしなくても。そっちはうちが気になってしょうがないみたいですし。